在の青パックでございます。え、嘘、そんなことがない。それぞれ発表していきます。気まずいな。はい、では終わりましたので、今青パック、あ、やばいわ、絶対やばい、喉痛。寸大の青パックでございます。はい、現在2人は自己再建中でございます。あー、これ絶対 A だと思ったけど、うん、A とかないしなって思ったけど、 A とかめちゃめちゃある。怖ー怖ー、こわ絶対さ、ぜ、あー最悪だよ。そういうことか、数理 B、スイッチ A にはないからでしょ。スイッチ A にはないからか、うんうん、なるほど。え、嘘、そんなことなくない。絶対間違いない、そんなできてるわけないと思った。ユーロ点数出ましたか。え、やばいですこれ、はい、マークシートに点書いてください、はい、そう、え、数 1A もですか。数 1A はもうやってある、俺が全部。ありがとうございます、はい、やばい、はい、マークシートに書いてください、点を、はい、マークシートのところに書いて、それぞれ発表していきますので。え、やば、なんかマークミスめっちゃしたやばい、はい、ね、では行きます、はい、待って、やばいもん、発表していきます、それぞれ。じゃあ、まずは公民です、はい、リンリー、さあ、カズコのじゃない、カズコを受けてないユーロの点は、リンリーが91点ですね。100分の、うん、すげえ、覚えるだけなんで、すげえ。リンリーは好きなんですか。いや、覚えるだけだから。覚えるだけ、考えるやついっぱいあるけど、倫理感がある。あ、倫理感があるから、倫理感がありました、倫理感があるから。いや、私は倫理好きでしたから、はい、まあ、得意科目だったんで。続いて、はい、理系科目です。物理ですね、まずは物理から。物理は59点です。半分の100、全部 100? 全部100、よくない、はい、よくない、国語だけですから、ね、100は、はい、あー、ということです。え、でも物理の方が科学より得意なんでしょ今のところは、はい、最近は、はい、その科学は70点です。科学の方ができてます。はい、で、物理が5割キューブって理系だときつくないですか。やばいですね、そこが、頑張らないと、そこがやばいと思います。はい、ここから2人になるわけですね、はい、ここからでございます。国語からやばい2人になります。はい、で、ユーロの点数ですね。まず評論が24点、50分の、そうです、50分の半分、はい、そして小説が、まあ、小説の方が簡単だったって言ってましたね。ん、誰がユーロ言ってる。誰かじゃない。なんで50分の37でした。はい、で、古文の方が難しかったと、漢文に比べて、はい、古文が12点、ひど、漢文も12点です。やらかしすぎ。はい、ということで合計は85点ですね。100いかなかったの初めて、はい、ということで半分いってないです。やば、はい、やばやば。はい、和子さんの方です。はい、和子さんは、評論が27点。はい、評論低いです。そんなことある。評論できてません、はい、自信持って回答した。自信持って回答したのにできてません。小説42点。おー、すごい、私もって回答してた。ちょっと満点の気でいたんですか。そして難しかったと言ってた古文31点。あー、でも言ってないです、はい、言ってないです。あ、難しいとは言ってないZ 回の方が絶対難しかった。 Z 回の方が難しかった。そして漢文、漢文の方がでも優しいんでしょ。漢文やばい、漢文の方が20点です。無理だ、やばい、文系です、早稲田スポカですからね、はい、ということで合計は120点ですね。6割、あ、はい、やばという形になりました。英語がやばい、一番やばい、本当英語、はい、そうですね、英語リーディングですね、す終わり。さあ、続いての英語リーディングですが、ユーロさんとんでもない点を叩き出しました。やばい、本当にやばい。ユーロ100点満点中20点です。やばい。20です、はい、絶対やばい。いや、すごい、だってもうほぼほぼだって、もう何、このさ、点数計算がめちゃ楽だった。
ほぼ丸がないから、台本全部バーツみたいな、叩かれる。今までで一番できなかった、はい、今までで一番できなかった英語リーディングが、カズコは覚えてるわ、第6問がポロポロでしたね。第6問がもう、はい、もう全然合ってない。何も入ってこない。第6問って言ったら何も入ってこない。心が折れたら終わり。折れないでください。カズコは54ですね。やば、得意科目のはずの英語が、いや言ってないです。笑うから。マジでやばい、マジでやばい。早稲田スポカだって使うでしょ。使う、はい、だから7割は切ったことなかった、マジで。悪くても、あ、青パック受けた方教えてください。難しいんですか、やっぱこれ。はい、もう嫌だ、はい。続いてユーロのリスニングでございます。リスニングは34点ですね。よくない。よくないです、もちろん。はい、でやばい、マジでやばい。だから名前言わないで、自分の。マジでやばい、終わり。何も入れてこなかった。67点です、カズコは。終わりだ、終わりだったけど、気まずいな。気まずいな、倍ぐらい違うぞ。はい、だいぶ、あ、気まずいな。いや、続いて数学、はい、ユーロ数学は数学 1A 26点ですね。やばい、本当に今日やらかしすぎ、はい、やばいで、3割いってません。カズコが、48点ですね。まあ台も1個多くといてますからね。え、はい、あなたの方がだって、ああ、いや、ユーロのかけユーロを解いてないから、誰も、はい、あー、終わり、はい、ということで、で、ユーロ数 2B はもう、もっと悪いっていうね。数 2B の方が一問多く解いた。数 2B は18点。やばい。はい、家族は数 2B、58点ですね。はい。ということで、はい。何割になるのよ、これ。やばい。ユーロ換算はどうなるの、海洋代の。海洋代の換算。はい、換算は。換算、あなたは数 1A じゃないのか。じゃない。やばくない？あ、でも6割7分だったら数学の方が上じゃん、国語より。国語6割だったよ。国語はだって120だから60点でしょ、うん、で、数 1A は67じゃん、あとだって。67？ あ、違う、あれ48だった。違った、全然。それ違った、リスニング。やばくない？ということは、英語って何？100点換算、それとも200？ 100点換算だよね、確か。100になる。そう、100になるから、67と6割、4足して、はい、121。あー、で、ぴったり6割6割だ、国語と。やばい、時間が経つにつれどんどん点数が上がる。やばくない？なんでこんな英語できないんだろう。できなかった、ダメだ。いやいやいや、うわ、気まずいわ。で、ユーロが換算はどうなんですか？換算、これ全部合わせて。そうそう、合わせて、だから何点とかにほら、ちっちゃくなるやつ。そうそう、圧縮は、圧縮が数学が2つ合わせて200で、うん、で英語のリスニングが、20点分になって100点分の、うん、で、こっちのリーディングが80点で合わせて100点 で、うん、で国語が200 で、うん、で理科も、200 100で、ね、100で200、うん、で社会は100。あ、じゃあ英語だけが圧縮されるんだね。英語のリスニングがギュッて、はあ、はあ、圧縮されるということで、はい、計算しておきます。じゃあ計算しといてください、はい、動画出るまでに。っていうかもう明後日ですから、計算しといてください。はい、ということで、はい、わかります。叩かれて、気まずい思いしながら2人でお帰りください。よかったね、ユーロのおかげで叩かれないじゃん。叩かれる、どっちもやばいから。どっちも終わってる。で、6割じゃね、まあただ分かんないんでね、まあ、スポカは7割で、ね、でも7、はい、何評論、はい、何が、ということで、はい、じゃあ皆さん受けた方ですね、ぜひともコメント欄で感想をお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。次回はピンクですね。いつやるんだって話ですよ。はい、時間を欲しいです。時間を欲しい。だから30とか31になっちゃうとしたら。